それでは次にですね、老齢給付のですね、繰り上げ支給、繰り下げ支給についてお話をしたいと思います。公的年金はですね、原則として65歳から受け取ることができます。ただですね、手続きをすれば、65歳を基準としまして前後5年間で支給開始を早めたり遅らせたりすることが可能です。繰り上げ支給、そして繰り下げ支給という言い方をします。1ヶ月繰り上げることによって、年金は 0.5% 減額されてしまいます。逆にですね、1ヶ月繰り下げることにより 0.7% 増額されるという仕組みになっております。はい、65歳をですね 100% としまして、60歳0ヶ月まで繰り上げるという手続きをしますと、支給率は、一番左側 70% に下がります。逆にですね、70歳0ヶ月まで繰り下げの手続きをしますと、一番、右ですね、支給率の方は 142% まで上がるという計算になります。そうしますと、支給額に最大で 72% も差が生じるということになってきます。それでは実際に金額を見ていきたいと思います。こちらの表はですね、支給開始年齢からの累積を表しているもので、65歳からの年金支給額を、今回は年額240万円、これを 100% として計算しております。それでは、見ていきたいと思います。まず60歳まで繰り上げることによりまして 70% 減額されてしまいますので、年額では168万円まで下がります。逆にですね、70歳まで繰り下げ支給を手続きしますと 142% に増額されますので、年額340万8千円まで上がるという計算になってきます。それでは表を見ていただいて順に、累積を見ていきましょう。右側の一番下ですね、100歳の時点での累積はと言いますと8640万、それに対して60歳ですと、6888万円、そして、70歳の方はと言いますと、1億564万8000円となりますので、赤い字見ていただければ分かる通り、約3700万円の差が生じるという計算になってきます。やはりですね、長期的に見ると年金の繰り下げ支給を選択することが間違いなく有効と言えます。はい、老後の人生設計を考える上で、大切なことはと言いますと、まずですね、ご自身の現状と老後の状況を把握することが大切になります。ご自身はいつまで働けるのか、そしていくらお金を残すことができるのか、それからいつまで健康でいられるのかなどなど、人生には不安はつきものです。そしてですね、この不安を少しでも和らげていくことで明るい未来が見えてくると思います。そこでですね、保障の効果とリスクを理解し、効率の良い対策を選択することが非常に重要と言えます。不安の解消に少しでもお役に立てれば幸いです。弊社では老後2000万円問題をスカッと解決できるようなセミナーを定期的に開催しております。ぜひお越しください。